ラーマデーバラーヤは、南インドのビジャヤナガル王国、アーラウィード・アサの君主。ビーラ・ラーマデーバラーヤとも呼ばれる。1614年、フオーシュリーランが2世やその家族がいとこ、ジャッカラーヤに殺害されたとき、その息子である、ラーマデーバラーヤは、運よく、首都ベルールカ脱出することに成功した。ジャッカラーヤはその後、ビジャヤナガルとなったが、ラーマデーバラーヤは、 タンジャーブールナーヤカーサのラグナータナーヤカなどの助力を得て1616 16年末に挙兵した。1617年初頭、ラーマデーバラーヤはベールール近郊のトップウールでジャガラーヤを破り、ビジャヤナガル王国の君主となった。ラーマデーバラーヤは権力を保持し、その統治は年を追うごとに自信に満ちたものになっていたが、オランダ東インド会社の職員、アブラハム・ロヘリウスによると、 その性格は粗暴で傲慢だったようだ。1630年5月24日、ラーマデーバラーヤは死亡し、その王位はおじにあたる弁方三世が継承した。ありがとうございます。